アクセル・ウェルネルはアルゼンチン・サンタフェ州、ラファエラ出身のサッカー選手、エルチェ・ CF 所属。ポジションはゴールキーパー。アルゼンチンの2部リーグプリメーラビーナシオナルのアトレティコ・ラファエラで2015年にプロデビュー。2016年8月20日、スペインのアトレティコ・マドリードと契約後、ローン移籍の形でボカジュニアーズに移籍。 2017から18シーズンに正式にアトレティコマドリードに加入した。2018年3月8日、UEFA ヨーロッパリーグ決勝トーナメントの FC ロコモティフモスクワ戦で移籍初出場。翌4月29日は、ラリーガのデポルティーボアラベス戦では、政治系のヤン・オブ・ラックが負傷で欠場した関係で、リーグ戦初出場を果たし、1から0の完封で勝利した。 しかし、トップチームには定着できず、以降は、ローン移籍を繰り返すシーズンに終始。2018年7月11日、s d ウエスカに、レンタル移籍した。2019年1月31日、フアンパブロ・アニョルとの交換トレードで、マラガ CF に、レンタル移籍した。2021年9月2日、エルチェ CF と2年契約を結んだ。 2016年にリオデジャネイロオリンピックのアルゼンチン代表とメンバーに招集されたが大会の方は不出場に終わった。ありがとうございます。